到着です。沖縄は今日は曇り、ちょっと雨っぽいです。私が来るといつも雨降るんで、はい、ここがキューボデパート。はい、今から今日は時間があるので、アクーのとんかつをやってみたいと思います。はい、今日行ってみるのは県庁前駅すぐのアグーとんかつコション。はい、3時半という変な時間に行ったので空いてました。はい、ということでアグー豚早く食べたいよ。来ましたアグー豚。もう何年も食べてないです。はい、見てください、いっぱいですね。こんなに食べていいんでしょうか私は。はい、久しぶりのアグー豚いただきます。ということで、いろいろドレッシングがありました。ごまドレッシング、そして野菜ドレッシング、そしてごま。沖縄のとんかつはごまをスリスリしてソースをその中に入れて食べるのが私流、沖縄流。はい、ということで私もスリスリします。スリ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 ゴマゴマ。ということでゴマをスリスリして、さあまだとんかつにたどり着かない。はい、箸置き作って早く食べろや。いただきますですよ。はい、準備がね時間かかります。はい、ソースを入れます。ソース入れます。冷えちゃうよ、冷めちゃうよ。はい、ソース入れて、これ正しいんでしょうかね。私はなんかこうするって習った気がします。はい、ようやくいただきます。はい、お味噌汁からいただいたんですけれども、アグーの脂身がとにかくサクサクしてて美味しかった。はい、というか巨大なとんかつを前にしていただきます。うん、どうだ味は。ということで、とっても美味しい何年かぶりのアグーでした。もう本当にね、アグー豚をとっても食べたくて食べたくて食べたくてたまらなかった私の胃袋を満たしてくれたアグーさんよ、ありがとう。麦飯も美味しかった、とにかく美味しかった、ごちそうさまです。でも私頼みすぎだよね、 200g も頼んじゃってさ。はい、珍しく塩がついてたんですけど、塩で食べたとんかつがめちゃくちゃ美味しかったです。はい、私金アグー豚なるものは初めて食べたんですけれども、とにかく油がフレッシュでサクサクしてフルーティー、大好きです、美味しかったです。チャンネル登録よろしくさー。